シュパンダオクはベルリン州の西部に位置する行政区である。区高度はレーゴである。ハーフェル川とシュプレー川の合流点、ハーフェル川の西岸部に位置する。シュパンダオクには以下の旧地区が設定されている。シュパンダウの歴史は7世紀から8世紀にかけて、スラブ民族であるヘーフェル族が初めて移住し、要塞を建築したことに橋を発す。その後二十八年に、 東フランク王国ハインリヒ一世に占領されるが、10世紀頃には、再び、スラブ民族の統治下に戻ることとなった。1156年には、アスカーニエン期のアルブレヒト一世がシュパンダウを占拠することになった。1197年、すなわち中世ベルリンのケルン地域よりも40年前に、その名称が、オットー二世の土地上と証書の中にスパンドとして、歴史上初めて見受けられる。 その後、1232年シュパンダウには都市特権が与えられた。アスカーニエンケ統治地中にシュパンダウ要塞の建設が開始され、ヨアヒム2世により1559年から1594年にかけて竣工された。1558年にはガートーがシュパンダウに合併吸収された。1634年30年戦争時シュパンダウは、 スウェーデン軍に四方を囲まれることとなった。1806年、イエナ・アウエルシュタットの戦いの後、ナポレオン・ボナパルト以下フランス軍部隊がシュパンダウを1807年まで占領した。1812年、ナポレオンが再びシュパンダウを占拠し、1813年、プロイセン軍とロシア軍がシュパンダウを包囲した。1849年革命活動へ参加した、とかにより、 ゴットフリート・キンケルは、シュパンダウの工事所に拘金されていたが、彼の友人であったカール・シュルツの手助けにより、1850年11月6日の夜に脱獄した。第1次世界大戦勃発前のシュパンダウは、榴弾砲、火薬等の軍需品を生産する大規模官営工場が連なるドイツ帝国の一大軍事産業地域であった。また、ドイツ軍第5この F 氷旅団と、 第5この F 表連隊の中屯地であり、弊社が多数設置されていた。1878年、名称をスパンドからスパーダウに変更した。1920年に大ベルリンに合併された。第2次世界大戦の後、シュパンダウは西ベルリンのイギリス統治下に置かれ、1876年に建築されたシュパンダウ刑務所はニュルンベルク裁判で禁固刑の判決を受けた。 ナチス戦犯を収監した。そのうちの一人であったルドルフ・ヘスの死後は、シュパンダウ刑務所は連合国軍によって解体され、その後、ショッピングモールへと変わった。今日シュパンダウでは、鉄鋼産業、化学工業、絨毯産業が盛んである。また、イギリスのニューロマンティック音楽グループである、スパンダーバレーはその名称を、シュパンダウに由来する。 シュパンダウの街角で見かけた落書きが命名のきっかけ。シュパンダウの古い街並みと聖ニコライ協会、シュパンダウ庁舎 AB ベルリン州における2019年6月30日時点の登録人口、資料、ベルリンブランデンブルク統計局。ありがとうございます。